しまーす。お願いします。今日はどうしたんですか？出勤です。今日はいつもメンバーに出勤ですかって突っ込まれるんですけど、今日は本当に出勤です。新鮮、怖いの初めてです。多分こんな髪の毛になって黒い感じが。今お願いします。こんなとこで飲んでみた。21歳です。座っといた方がいい。作るんですよね、私。初めてだ。これは、この動作はこれですか？これがポイントです。結構多分上手になりました。できます、きっと。私メディメロディ違うメンディ違うマティーニ、マティーニですね。お酒飲めるいい女になります。スタート。お客さん、こういうとこ初めて？どうぞ。私も初めて。たまには冒険しないとね。カット。カットです。っていう感じで。恥ずかしい。いい？はい、うん、ありがとう。ちょっと大人っぽい感じ。1、2枚出せんこれください。 OK、 ありがとうございます。こんな体験したことなかったので、私自身もなんだろう、こうお酒とか作るのも初めてだったし、すごい難しかったんですけど、ドキドキしながらできました。私はともみちゃん推しなので、いつもともみちゃんをやってるんで、今回もどんなともみちゃんが見れるのか楽しみです。で、実は夜はここで働いてるけど、昼間はほぼさんやってるよっていうのがいいです。子供好きだし、ほぼさんになりたかったので。ゆうくんパパ、今日お時間あったらお店に来てもらえますか？勝手にゆうくんパパいいです、はい。こんな私はね、多分初めてだと思うので、うん、ぜひご覧あれ。でも自分の気分にもよるから、毎日はちょっとめんどくさいなって思うので、自分がなんか構ってほしい時に構ってくれたらいいなって。気分屋です。そういうのってよく歌の歌詞とかにはあるなと思って、AKB のなんか歌詞にもなんか、あ、そういう感じの曲あるなって思って考えたことあるんですけど、なんだそれって、歌の世界ではすごいなんかそういうのもありなのかなって、表現としてはありなのかなと思うんですけど、私安定を望みます。波乱万丈は嫌です。わかんない、なんかされたい派なんで、お誕生日とか自分がするってなったら
なんだろう、でも自分がされて嬉しいことは期待でも嬉しいと思うので、私だったらご飯行ってちょっと高級なお店行って、なんかサプライズでなんかお店がこう暗くなってケーキが出てくるみたいな、なんかそういうのを私は嬉しいなと思うのでしたいです。大きいケーキで、で例えばベタなんですけど、なんか指輪とかが食べててどっかに入ってるみたいな、あこれ何指輪だよありがとう。雨の日にこう車で迎え来てくれるみたいな、まあ嬉しいかな。人混みがあんま好きじゃないから、すごい並ぶとかは嫌です。